協力いただくのが、はい、クレーンの中村です。よろしくお願いします。はい、ヘッドジャパンの種です。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ今日のロケットですが、何ですか？皆様お待ちかねのですね、やっとシリーズ、ヘッドシリーズの中です最後、エクストリームがですね、極バランスのグラフィーになりました。ほう、 MP とプロ、この2つが出ます。この黄色がまた特徴的でいいですね。はい、ちょっとよりちょっと蛍光っぽい黄色になってるんですけども、はい、まあもともとスピンパワーを売りにしたエクストリームがグラフィーに貼れることって、より高度を増して回転量とボールにパワーを生み出したのがこのグラフィンエクストリームになります。パワーとスピンが増大、増大、増大、さらにさらに今までのからのみたいな感じですよ。もともとやっぱりパワーがあって、ね、動く飛ぶっていう、はいはいはい、エクストリームのイメージがあるので、それにさらに入るのは相当、はいはいはい、そうですね。でもちろん、まあ極バランスすることによってスイングスピードも上がります、うん、あのラケット自体 の、 あのスイングスピードが上がることによってスピンがかかるっていうイメージを持ってもらえるんですけどね。なるほど、うん、今回は、MP とプロ、ね、もうスペックはこの2つだけです。この2つだけです。分かりました。何かこうスペック上は変わったんですかね？まあ、前回の 2.0 と、まあ、大きく変わったのはこのニューテクノロジーが入ったっていうのと、あとプロに関しましては、まあ、ちょっと 2.0 の時にお気づきじゃない方もいらっしゃったと思うんですけど、実は MP とプロっていうのは16、19の中でも、プロの方がちょっと目が荒い16、19だったんですね、うん、MP の方が広がってたってことですね。そういうことでございます、ね、で MP の方がちょっと中に寄ったスイートスポットの中に寄った感じの、16、19だったのが、今回プロに関してもちょっと中寄ってます。っていうことは どうなるんですか？もう鋭い質問が飛び交うなさっきから、もう本当に。いや、よりちょっと中に入るっていうことはボールをより潰しやすいっていうんですか、ある程度スイングプレーヤーにとってはボールの食いつきをより感じれるラケット、もともと結構弾くラケットではあったんですけど。じゃあコントロールがしやすくなるんですか？さようです。さようです。まあ簡単に言ったらそういうことですよね。なるほど、はい、あとはグリップの形状も今回から。あ、気づいちゃった。これはそうですね、まあ、ヘッドの、まあ、今現状言いますと、ラジカル、プレイステージ、エクストリーム、この3つが扁平と言われているグリップ形状に対して、インスティンクトとスピードがちょっと丸型なんですけども、このグラフィンエクストリームに関しましては、以前まで扁平だったのが丸型になります。丸型ということは、まあ、他社さん、まあ、ちょっと似たような感じっていうんですか、はい、形状になる、ね、よりちょっと、まあ、ニュアンス的には結構馴染みやすいグリップ形状になったということですね。まあ、平べったいのがね、こう、うん、お好みですけど、ね、はい、馴染めなかった方も、はい、今回はいいのかな。そうですね、はい、スピン、はい、なんかすごいパワーを感じますね。グラフィンも入っていいよ。やっぱり本当に打ってる球が前よりもよく飛んでる、走ってる、飛んでるっていうと、なんかこう飛びすぎてる、はいはい、オーバーパワーなイメージがあるかもしれないですけど、すごいこうボールに勢いが乗る感じはします、うん、食いつきってどうですか、その弾くか食いつき、前回、今と前回と比べて食いつき感っていうのは、食いつき感はこうフレームがすごい厚いで、やっぱ弾いて飛んじゃうっていう硬い感じのイメージがあったんです、はい、やっぱ振ってみると想像以上に球はよく乗ります。おそらくこれが、まあね、こう今回スイングスピード上がるようなグラフ、バランスしてるのがだいぶ生きてるのかなと思ったりとかしちゃってるんですけど、そう、まあ、そういうのが関係してくると思います、はい、いつも使ってるのがプレステージのプロ使ってるので、まあ、まあ、正直楽、すごい楽に飛んでくれる、で乗ってくれる感じがありますね。スライスとかがすごい楽に乗ってくれて、でスピンとかも、うん、しっかりかかってくれる感じが、楽にかかってくれる感じ、ただ、まあ、プレステージと比較なので、まあ、飛ぶっていうところで言ったら、やっぱりもうしっかりスピンをかけないととか、そういうことをしないと飛んでいっちゃうなっていう印象はないことはないですけど、もう、まあ、本当に楽させてくれるなっていう正直で、いつもはもともと重いプレステージのプロでさらにちょっと重くしてるので、全然 MP に比べたら重いから軽く感じるんですけど、それはやっぱり、まあ、グラフィンのおかげでそこまで違和感はなく
振っていけるなっていう印象はありました。もうとりあえず印象としては楽な感じがありますね、うんうん、他社さん の, あの中圧フレームとかと比べてどうなんですかね。そうですね、僕の感じたイメージだと、うん、やっぱりこう他社さんの他社さんに限らず、うん、もちろんほぼ全てのメーカーに言えることですけど、やっぱり遠く飛んじゃう、うん、飛ぶってことはやっぱり硬くて弾くっていうイメージがあるんですけど、これは僕が使った感じで言うと乗ってからやっぱ出てる感じがしますね。ちょっと柔らかい感じしますよね。そうガット面でこう、うん、フェース面がこうギュッてたわむような感じ。ラケットがしなるっていう柔らかさではないんで、やっぱりこれだけ厚いので、うん、これガットは何ですかね。これガットは何ですか。これもあの X ウィングと同じタイミングで発売することになってます。あのリンクスというガットです。ポリですか。ポリなんですよ、うん、で今現状うちが出てるのはソニックプロとホークっていう2つがあるんですけども、はいはい、どっちかというとどっちも真ん中に入るんですけど、天使は今回何ポンドで貼ってあるんですか。この手段に関しては50ポンドで貼り上がっていただいております。柔らかめなんですかね。だからね。そうですね、基本的にはね、はい、だから硬いフレーム、まあ硬くはないんだけど、うん、こういうちょっと中圧系のフレームなんかで貼ってあげると、うん、ちょっと程よくたわみが出て、うん、玉抜けがこうちょっとゆっくりになってくれる、コントロールしやすい感じしますね、まあ、色も合ってるし色もいい感じですね、うん、なんかこう重さだけ違うっていう感じにはならないですね、はい、やっぱりバランスも実際あと MP と比較すると1センチぐらい、はい、そうですね、平均で1センチぐらい、まあ、グリップにトップライトになるので、やっぱりこう思った以上に自分でしっかり振っていかないといけない感じかな。それにパワーが必要になってしまうという、うん、っていう意味ではこうやっぱ自分でしっかり振っていくっていうことで、逆にこう自分が思い描いたボールが自然に飛んでくれる感じにはなる。あの回転かけようと思った時にしっかりかかってくれるし、スライスもしっかり乗ってくれるしっていうところで言ったらすごい、うん、楽で、あのちょっとな1回か2回ぐらいありましたけど、低いボールが持ち上げやすかったのは印象的にありましたね、うん、その辺はやっぱりこのエクストリームのしっかり引っかかってくれるっていうところが、うん、すごい印象があっていい感じが。まあ、自分から振っていく人向けになるんですかね。で、まあ、重さ的にも 315g、うん、そうですね、でバランスがやっぱり 310 っていうと、うん、まあ、通常のよくある95ぐらいのスペックに近いような重さで言えばね、重さとバランスになってくるの で,、うん、でかつこのパワーがついてくるっていうと、振り回しが効いて、まあ、打てる人なんかはすごいいいのかなって感じしますね。そうですね。だから逆に本当に振り切れないとコントロールは逆に難しくなっちゃう。逆に難しくなっちゃうと思うので、まあ、重さで選ぶならやっぱりあの300がベースで、でちょっとこうやっぱ自分でももっとしっかり打っていきたいっていう人なんかは、うん、逆にこっちの方がこう自分から打ち抜いていける安心感はあるんじゃないかなって、うん、まあ、今までに比べたらね、しかもこの重さでグラフィン入ってますからね、うん、あのパワー的にはしっかり、でもその分しっかり振れないと、うん、っていうところはあると思います、うん、そうですね、回転かけてコントロールしないといけないですからね。そうですね、振り切れないとちょっとしんどいかな、難しいと、うん、あると思います、はい、やっぱ操作性って意味では楽な感じかな。やっぱり 300g でフェースが100っていうと取り回しが良くて、まあ、適度なパワーっていうところでコントロールがしやすいですね。でエクストリームならではなのかなって感じるのは、結構こうパンって弾くて感じ感はちょっと強く感じましたね。結構乗ってくれ、ま、少しなんだろうな、近い手元でも食いついてくれる感じがあるので、ちょっとまあスライス系のまあボレーなんかで言うと一回掴んで適度に運んでくれる、だけどそれがすごいオーバーパワーなほどではない感じなところがありますかね、うん、もう面作って楽にいけばいてくれる感じありましたね。でも極端になんかすんごい飛ぶっていう感じではないですよね。すっごい飛ぶわけじゃないです、うん、まあ、他社さんのに比較になりますけど、他のブランドさんのに比べるとすごいこう当てるとバーンっていっちゃうっていう飛びが強いわけではないので、はい、しっかりこう自分で取って運べる強さはあります、うん、そうそう、コントロール性というか、
飛び抑えたせなんていうのフィーリングというか、ね、抑えたフィーリングなんだけど、こう合わせたら合わせたなりには飛んでくれるっていう、うん、結構こうなんかぶっ飛んじゃう怖さがないです、ね、そうですね、こう自分からこう踏み込んでってバンって合わせて打って踏み込んじゃった時にもしっかり収まってくれる、うん、収めてくれる感じ、なんかだからその辺はねやっぱりこうコンペ思考というかヘッドさん的な味付けなのかなと。そうですねそうだと思いますね、はい、やっぱちょっとその1619でもちょっと中に寄ってるっていうのは僕ちょっと他社さんの1619のものがセンターがセンターにが細かいんですよね、はい、パターン寄ってるっていうのがちょっとやっぱ多少玉持ちっていうのをさせてるかもしれないですね、弾きすぎないっていうところの良さですかね、それはあるかもしれないですね。まあ MP 先に打ってプロを打って比較すると重さのある分ですかね、安心感がより大きい、ブレない感じも強いですし、もともとグラフィンでブレないっていう部分は大きいと思うんですけど、その辺にこう重さが加わってよりブレない、だからもう自分からこうグイグイ押していくボレーができる、熱いですけどこれならいけるっていう安心感は非常に大きい、うん、飛びすぎないですよ。プロの方が安定してた感じ、安定してます、うん、でやっぱりバランスが軽いからか例えば取り回しがすごい楽、うん、100っていうのを思わせないぐらい楽、うん、そうですね、まあ、取り回しっていうところで言うと重さよりは軽く感じて、であの重さがあるのであのでラケット自体にもしっかりパワーがあるのであの、まあ、まずボールに打ち負けない、でこれで何あのいい意味で何かしなくていい、要はもう面だけ作って最初から自分が打ちたい方向にラケットの面作ってそれでポンって合わせていけばある程度のボールがいてくれるっていうところ、それをもうラケットがやってくれる感じがありますね。で重さがあるからその分ある程度の強いボールでも負けないし、でちょっとだけやった時にその分重さとかパワーがあっていいボールがいってくれる、ただまあ重いっていうところがあるのでまあはありますけどね、そこが取り回しとかそういうのが、まあ、男性かな、男性とかはいいんじゃないかなと、うん、ちょっと使ってみてもらえるといいんじゃないかなと思います、はいはいはい、スピンがまず思った以上、自分の今までの思った以上にしっかり跳ねてくれる、うん、回転系強いですよね、回転系いいですね、しっかりかかってくれますよね、回転しっかりかかってくれるけど、でもだからといってまあこうボールにパワーがないわけじゃないの で、うん、でそのこのパワーと回転をうまく使いこなせればというか、うまく言うことを聞かせることができればすごい武器になる、なんかこうエクストリームの良さプラスアルファっていう感じですかね。そうですね、うん、比較的そのいい意味で万人向けというか、うん、ヘッドっぽくないというか、うん、変なね、まあでもグリップの形状もね、グリップの形状も持った感じが随分印象がね変わりますよね。まあ癖はないですよね。はい、基本的に、うん、まあ特に重圧のフレームなのでちょっとやっぱりラケットにパワーが欲しいで、かつ、まあ、よりですかね、うん、今まで使っているモデルよりパワー回転量を上げたいっていう方なんかにぜひお試しいただけたらいいかなと思います。色もね黄色ですから、黄色好きの方によろしく、はい、以上です、ありがとうございました、ありがとうございました。